ょっととあるものが届きましたので、早速開けていきたいと思います。動画にするかまだ決めずにとりあえず撮ってますが、これを見てる方がいるってことはきっと動画になってるということでしょう。じゃあ早速開けていきます。相変わらず完璧な梱包っすね。さあ、何でしょうこれは。まあなんとなく8かなということはわかるとは思いますが、開けていきます。おお、これわかりますか。まあ、先日私の動画でも紹介したことがある SSN 鉢、イルプさんというブロガーの方が作られている 3D プリンターで作られた鉢です。これをちょっと今回はたくさん届きましたので、とりあえず開けていきますか。これもかっこいいですね。和っぽいですね。 3D プリンターの鉢って最近もうたくさん作られてる方が多いんですけど、なんかやっぱりイルプさんの鉢は別格な気がします。これですね、 SSN 鉢。この QR コードからよろしければサイト見てみてください。うん、この爬虫類感が素晴らしいですね。これこれが60かな、これが多分60のサイズで、こっちが70サイズですかね。でこれちっちゃいのを大量に送ってもらったんですけど、このちっちゃいのめちゃくちゃ可愛いんですよね。すでに前1個持ってて、この爬虫類っぽいスキンの小さいの持ってるんですけど、これが45、この小ささで、まあ、これだけゴツゴツ感再現できるのめっちゃすごいですよね。で今回はこの小さいのをこれだけ大量に送ってもらいました。まあ自分用に使うわけではなくて、いろいろとこれから楽しいことができるかもしれません。45、60、70ですかね。全く同じで、すごいな、こんだけ大きさ違って もう全く同じような表現できるんですね。 3D プリンターってやっぱすごいですね。このサイズめっちゃ可愛くないですか。うん、最高です。ちょっと開けていきましょう。で今回なんでこんなに鉢を開けてるかというと、6月11日に草フリマオフラインというイベントがあるんですね。そのイベントにイルプさんからお誘いをいただいて出展することになりました。これまでずっとイルプさんと話しててやりたいねって言ってたことが2つあって、1つ目がリトマンオリジナルの SSN 鉢を作ってもらうこと、そして2つ目が私が育てた植物を SSN 鉢に植え込んで販売すること。この2つを前からやりたいって2人で話してたんですけど、今回は私の植物を SSN 鉢に植え込んで販売することが叶いそうです。この 45mm っていうちっちゃいサイズの鉢に植えて持っていきますんで、結構可愛い感じになるんじゃないかなと自分的には思っています。本当はこの草フリマオフラインイベント自体は前から知ってて、まあお客さんとして行くつもりだったんですけど、ゆるぴさんが誘っていただいて共同出店しませんかとのことだったので、せっかくなんで OK させてもらいました。なので今回の動画はこの後いろんな準備シーンを寄せ集めたイベント準備動画になってると思います。ちょっともしかしたら
素材少なすぎて公開できないかもしれないんですが、まあこれを今皆さんが見てくれてるということは何かしら頑張って公開したということだと思います。では本日もよろしくお願いします。いやこの鉢めっちゃ可愛いっす。着々と草フリマオフラインに向けて植物の植え込みをしてるんですが、これユーフォルビアのグロボーサなんですけど、挿し木株なんですよね。 2,3 年前に棚の上から落としちゃって折れちゃった枝を挿しておいたら、見てこんだけ立派な根になりました。もう挿し木って言っても分かんないぐらいの立派さですね。多分未生だと 2,3 年だとこの大きさまでできないと思うので、もしかしたら挿し木でどんどん増やすのが最強なのかもしれません。いやーこれかわいいな、持って行きたくないな、持って行きたくないんですけど、ちょっと持って行こうと思います。いや売れ残ってくれたらラッキーですね。いやラッキーっていうのもあれですけど、うん、まあ欲しい人がいたらぜひお迎えしてほしいです。植え込んだらさらに可愛くなってしまって、もう優勝。いやめっちゃいいでしょこれ。いやこのままちょっと持って行かずにうちに置いとこうかな。まあそれにしてもグロボーサーめっちゃ面白い品種だと思いますよ。最近また輸入株がちょこちょこと入ってきてるようなので、どうですかね、まあ時期もいいので買ってみてもいいんじゃないでしょうか。私はグロボーサ激推しです。なのであんまり人気になってほしくないので、人気がない人気がないといつも言い続けてます。あとグロボーサはひろひろ伸びてきちゃったらここでもう切っちゃえば全く問題ないです。なので下やって直しができるんですよね。それも面白いなと思います。うん、いや仕方ないから持っていきます。あと持っていきたくないものパート2、ロックウッディの2頭。これなんで2頭になっちゃったかわかんないんですけど、ロックウッディの2頭タイプ珍しいですよね。もう少し強い日に当てるとちゃんと枯れ込んでくると思います。これも持っていきたくないですが持っていきます。これ届いたんで開けていきます。どんなもんか全然わかんないんですけど、どんな感じかな。うん、いいっすね。缶バッチ、これは缶バッチガチャで使いたいと思いますが、結構いい出来です。いい感じの出来なんで、まあどれだけ欲しい人がいるかっていう話なんですけど、出来としてはかなり良さそう。一番お気に入りはこれですね。 How is the weather today? 今日の天気どうって感じですね。ぜひ缶バッチガチャやってみてください。 44mm の缶バッチです。一応ねこれ加工がシルキーマット加工なんですよね。なんでツルツルではない、ちょっとマットな感じの缶バッチに仕上がってます。出してみようか。うん、こんな感じ。ちょっと袋入ってるから分かりにくいと思うんですけど、ちょっとマットに仕上がった缶バッチです。1回300円でやろうと思います。今回はこの有感バッジさんでお願いをしてみました。これもお楽しみに、どうぞ。ちょっとこれも急いで作らなきゃいけないので、じゃーん、ビッグガチャマシーン工作キット。これでちょっと缶バッジガチャをやろうかなと思っています。これなんかめっちゃでかいらしくて、なんだったっけな、この 65mm のカプセルが入るガチャマシンらしくて、この工作キットっていくつかあるんですけど、この 65mm 使えるのはこれしかなかったです。でもこんなでかいんですけど、意外と安くて、まあ安くはないか、そこまで高くなかった。値段が1700円。まあ元値はもっとするみたいなんですけど、まあセールやってて
安かったんで使えるかなと思って購入してみました。これちょっと組み立てたいと思います。意外とパーツが多いな。こんな感じでちょっとじゃあ組み立てていきましょう。意外と難しそうだな。1番 A、ちょっと組み立てたいと思います。とりあえずこんな感じで結構でかいです。高さ中にこの65ミリかなのカプセルが40個ぐらい入りますね。でここを回すと、いい感じですね。なかなかまあちょっとでも楽しんでもらえたらいいかなと思います。はい、完成でした。大体20分かからなくて作れるぐらいですね。セロテープ若干使えますが、カッターとかハサミは一切使えません。今日が6月10日で、明日がイベントなんですけど、まだちょっと準備が全然終わってなくてピンチ。今更ちょっとやることをリストアップしていこうかなと思います。いや遅すぎですよね。もう明日っすよイベント。もうさすがに無理だと思って今日は半日休み取ったので、ちょっと準備を終わらせていきたいと思います。まあこんな感じなんですけど、絶望的なのが植物のプライス付けと、あとタグの印刷がまだ終わってないっていう。これテプラのシール切れたらもう積みますね。近く売ってないんですよね。先にやっとけばよかった。いつもギリギリの準備です。ちょっと頑張ります。内職してる人ってこんな感じなんですかね。まあ、意外と作業、こういう地味な作業嫌いではないんですけど、ただまあちょっとイベントの前日にやる作業ではない気がします。ちなみにこのポストカード全然売れなかったんですよね。結構デザイン的には好きなんですけどね、背景ピンクっていうのがちょっとミスったかも。なんでピンクにしたのかは自分でも謎です。タグはこんな感じでいいですかね。タグ作るの意外と大変、結構細かい作業です。 SSN 鉢に植え込んだ植物にはこのタグ、 SSN 鉢に植え込んでない植物はこのロゴはなくて、天気企画だけのロゴのタグにしようと思います。こんな感じでお楽しみに。まだちょっとラベルが付け終わってないのもあるんですけど、もうだいたい準備が終わってきました。これが例のグロボーサ。あとはちっちゃい45ミリのもこれだけ持っていきますが、めっちゃ可愛いですね。まあ注目はやっぱりこれかな。うぶさ鉄鋼、ちょっと値段は高いですがめっちゃいい株だと思います。誰がさあゲットするんでしょうかね。という感じで、あとは値段まだ一部ついてないんでつけたいです。なんとかかんとか植物車に積むところまで終わりましたが、今4時過ぎ、朝の4時過ぎです。これもうこれで終わりかな。でもちょっとあと若干準備残ってるんで、うん、もう少し頑張ります。おはようございます、リトマンです。いや、なんとか準備が終わったのか、
まあ、終わったということにしておきましょう。まあもう毎回イベントのたびに反省するんですけど、ギリッギリに準備しすぎですよね。さながら学生のもうテスト前夜みたいな感じで、いつもなんか毎回前日は徹夜してるような気がします。まあさらに今回はちょっと仕事がもうこの1週間めちゃくちゃ忙しくて、最後の1週間は全然ちょっと準備に当てる時間が日中はなかったのも原因なんですけど、まあそれでももっと早くから準備しとけって感じですよね。次からは反省したいと思います。まあただなんとか準備も終わって、で今日も天気なんとか持ちそうな気がするので、まあそこは良かったかなと思います。じゃあ今からちょっとゆるっぷさんのアトリエに寄ってから会場に行きたいと思います。おそらくここからめちゃくちゃドタバタするので、多分次のシーンはもう片付け終わった後ぐらいだと思います。では行ってきます。近くのパーキングに停まれなかったんで、ちょっと今車止めてきて急いで会場に向かっていますが、今がもう45分、やばいっすねこれ。会場はもうゆるぷさんに任せてるんですが、ちょっとあと15分か、やばそう。間に合うかなこれ。いやいつもなんかもう準備からドタボタですね。ちょっと急いで会場に行きます。まあ分かってはいたんですけど、当日ブース動画を撮る余裕なんて全くなかったです。当日は SSN 鉢に植え込んだ植物をメインで持っていきました。ちょっとだけ現地球も持っていったんですけど、ほぼ未消化部がメインの販売でした。この 60mm に植え込んだギラウミニアナもめちゃくちゃ可愛かったです。最終的には SSN 鉢に植え込んだ植物ほぼ売れてしまって、一株だけが残った感じでしたね。ご購入いただいた皆さんありがとうございました。あとこれわざわざフォロワーさんが見せるために持ってきてくださったんですけど、陶器で作られた植物怪獣です。いやまた新しいやばいやつに出会ってしまいました。今後の展開が楽しみです。これが何年ですか？これが2年、はい、1年すごい次元超えてますよねやっぱり。これが当たり前になった後、個人的にはまだこの辺とかすごい不満で、はい、あのトゲとかこう違う箱に生えてる。ああ、確かに。ベランダめっちゃ風強くない？ちゃんと等間隔に詰まった株元ですよね。その辺とかでも抜きない作品が。なんか寂しい感じになっちゃいましたけど、一応最後だけ撮っておきました。いやお疲れ様でした。いやもう会場の動画すら撮ってなかったです。ちょっと急いで撮ってます。もう撤収は終わりました。ありがとうございました。ゆるぷさんとラーメン打ち上げ、いや今日初めて物を口にします。いやお腹減りました。いただきます。いや帰ってきました。お疲れ様でした。本日草フリマ無事に終了することができましたが、ちょっと当日急遽オペレーションが変わっちゃったりとか、あとは事前の動画内であんまり混まないと思いますって言っときながら、もうめちゃくちゃ混んじゃったんで、せっかく来ていただいたのに1時間待ちとか2時間待ちとかになっちゃって、本当に申し訳ありませんでした。まあ、今回持っていったのはこのゆるぷさんとの SSN 鉢、まあコラボモデル、コラボ企画みたいな感じでたくさん持っていきましたが、ゆるぷさんのところの8ガチャも1時ぐらいにはもう完売してましたし、私のこの植え込んだ植物もあっという間になくなっちゃいました。ちょっと読みが甘くて皆さん申し訳なかったです。結局何鉢だろう、70鉢、80鉢ぐらい持っていったんですけど、最終的には6、7鉢ぐらいしか残らなくて、もう13時、14時ぐらいでだいぶ鉢が減っちゃったので、それ以降に来てくださった方みんな結構苦笑いで、そちらも本当に申し訳ありませんでした。
いや、ここまでちょっと皆さんに来ていただけるとは思っていなくて、正直めちゃくちゃありがたいです。本当にありがとうございました。と同時にいろいろ不適合があって本当にすいませんでした。ゆっくり皆さんとお話しさせてもらいたかったんですけど、まあ本当15時16時ぐらいからだいぶゆっくりになってきたかなっていう感じでしたね。なのでこれまでに来てくださった方には本当にドタバタとちゃんとお話もすることができずに、あっという間に時間だけが経ってしまったっていう感じです。11時開場だったんですけど、ほんと11時から14時ぐらいの間って全く記憶がないですね。まあ植物も売れたし、あとは持って行ってた土もあっという間に売れたし、缶バッジガチャも無事に完売でした。まあ来てくださった皆さんには本当感謝しきれません。本当に本当にありがとうございました。まあなかなかイベントちょっと出展する機会はないんですけど、まあ1年に2回ぐらいはイベント出展できればなーっていうペースで今後はやっていきたいと思います。まあという感じなんで、次は秋ですかねと言っても勝手に言ってるだけなんで、出させてもらえるイベントとかがなければそれも叶わないんですが、また機会があれば秋ぐらいに皆さんお会いしましょう。ということで今日はもう睡魔が限界なんで、一回寝て明日片付けとかをしたいと思います。何度も繰り返しますが、皆さんありがとうございました。最後にいろいろとお土産をいただいてしまったので、その紹介だけして終わりにしようと思います。皆さん本当にありがとうございます。もうドーンと一番目立つところにあるのが草袋。これインドアホビーズの古木さんが来てくださって、やっとお会いすることができました。この草袋もめっちゃ欲しいって前から言ってたんで、なんといただいてしまいました。これ最近結構イベントに行くことも増えたんで、ちょっと使わせてもらおうかな。 Don't touch plants bark、 かっこいいですねこれ。ありがとうございます。草袋と、あとこの辺はお菓子か。これよく YouTube にもコメントしていただくゆきさんからいただいたお菓子と、あとこれはカツさんからいただいたお菓子ですね。ありがとうございます、いつも。で、あ、これが、同じく YouTube をご夫婦でされてる趣味家さんという方がいらっしゃるんですが、その方からいただいたアイマスク、編集疲れたらめっちゃありがたいですね。あと、趣味家さんからはアイマスクだけじゃなくて、3D プリンターでいろんなものを作られてて、これが、3D プリンターで作った課題っていうんですかね、8億台ですね。すごい。図鑑とかいい感じですね。夏場はなかなか家の中には植物を置いてないんですけど、まあ、冬場の管理とかで中に植物を置くことがあれば使わせてもらおうかなと思います。で、同じく 3D プリンターの SSN 鉢、これが12ですね。12のこのサイズめっちゃいい。いや、今回は本当イルプさんにお世話になりっぱなしだったんで、本当にありがとうございました。誘っていただいたのもイルプさんです。で、あとはこれも YouTube されてるかけるさんから、かけるさんとも初めてお会いすることができてありがとうございました。キーホルダーと、あと名刺か。植物にハマった27歳男子が植物系 YouTuber になったら、こういうキャッチコピーの面白いですよね。これはまあ草フリマで買ったステッカー2枚で、この園芸こそキングオブホビーのステッカーめっちゃ嬉しくて、実はもう早速 iPhone の後ろにつけちゃいました。テンパレーとミレパと園芸こそキングオブホビー、なんか変な並びですね。ありがとうございます。まあこれは自分が当日つけてた名札ですね。もう忙しすぎて全然これに触れてくれる人は誰もいなかったですが、一応毎回冒頭でこんにちは、リトマンですって言ってるんで、まあちょっと面白いかなと思ってこの名札をつけてました。あとこれは紹介までですが、あの日のシャッターっていうカップル YouTube チャンネルになるんですかね。まあこのチャンネル私も見ることはあったんですけど、東京ボタニカルミーティングにも来てくださって、今回のイベントにも来てくださいました。このサイズの名刺めっちゃ可愛いなと思いました。このイラストもめちゃくちゃ可愛いですよね。これは彼女さんが描かれたそうです。あのカップルチャンネルなんてまあ見ないんですけど、このチャンネルは映像も綺麗だし編集も凝ってるので見てますね。よかったら見てみてください。
で、あとこれがめっちゃ嬉しかったんですけど、これが、まあ、見てください、これめっちゃ可愛い消しゴムハンコですね。リトマン、これプラ版かな。これもめちゃくちゃ可愛いですもん、リトマン。で、これが多分消しゴムハンコなんですけど、いやこれはすげー嬉しいですね。ちょっとまたもしかしたら鉢を売るかもしれなくて、まあ、その時荷物を送る時の段ボールとかにこれちょっと押したいなと思いました。本当にありがとうございます。これに入れとこう、めっちゃ可愛い。で、最後がこれは、まあ、もらい物というかこれは買ったんですけど、同じ出店者さんで森さんという方がいらっしゃったんですが、その方から種を購入しました。これ本当にずっと巻きたかったサルコカウロンのムルチフェズムなんですけど、いやもうこの森さんに会うために私は出店したようなもんですね。本当に種も変えてよかったです。もうめちゃくちゃこの方のムルチがすごくて、まあ、ちょっとだけもしかしたら本編に登場させてるかもしれませんが、1年半でもうとんでもない株を作られてて、ほんとすごいですこの人は。種、まあ、購入させてもらったんで、まあ、なんとか頑張って継がさせたいなと思います。あの姿にあんだけ短期間になるんだったら、やっぱり未生ってめちゃくちゃ面白いなと思いますね。この種がちょっと今回は一番嬉しい買ったものの一つでした。いや皆さん本当にいろいろなものをいただいてしまってありがとうございました。このボードも今回のために作りましたが、なかなか可愛いです。ここに QR コードあるの皆さん気づきましたか？結構細かくこだわってます。よし、じゃあまた本業の仕事の方をこれから頑張りますかね。